はい、皆さんこんにちは。今週出た新製品としてエレコムからアップルペンシルがノック式になるペンケースっていうのがね、出ましてね。で、これちょっとね、私プレスリリース見て構造とかね、仕組みとか使い心地気になったんでね、まあ、他にもね気になってる方もいらっしゃるかなと思って購入してみたんで、今日ねそのあたりチェックしてみたいと思っています。はい、ということでね、アップルペンシル非常に便利で使っていますけどね。で、まあアップルペンシルは今第2世代だと充電がね、まあ、この側面のところにマグネットでつけて、それでまあペアリング及び充電ができるということで、まあこれつけたまんまね、一応まあ持ち運ぶこともできるんですけど、ただまあ磁力がすごい強いわけじゃないんでね、まあ、このペン先がこうね落下した時なんかにちょっと潰れてしまうなんていうこともありましてね、まあ私もね 2,3 回ちょっとね落下させて先っぽ潰れちゃって交換になったりしたことあったんですけど、まあそのあたりがまあ一つねちょっと悩みではあったんですよね。で、そんな悩みを解決してくれそうなのが今回のノック式のペンケースというエレコムのやつなんですけどね、まあ、これねアップルペンシル入れるんですけど、なんか充電も可能だって書いてあるんですよね。で、エレコムはね最近こういったアップル系のグッズなんか非常に挑戦的で面白い製品出してくるんですけどね、まあ、そんなんで、まあ、期待もしつつですね、まあ、果たして実際の使い心地どうなのかというのがね気になったんで買ってみたわけですね。まあ、パッケージは日本のメーカーさんっぽくですね、まあ、割と情報量の多い感じになっていますけども、出てまいりました。じゃーん、ということで、まあ、白とグレーのコンビネーションということで、まあ、アップル製品っぽい色使いなのかなとは思いますね。で、こちらね、そのノック式どうなってんのかなと思って触ってみましたが、ここバネがあってね、カチッとね、なるわけですね。で、これを押すと元に戻る。カチッと入れて押して元に戻るという。まあ、そんなようなね、構造なんですね。まあ、つまりね、まあ、ボールペンのノック式と一緒ですよね。こういう感じでバネでね、この何でしょう、スーパーカー消しゴムとかね、そういうやつを弾いて遊んでいたのを思い出しますけども、で、グリップの方は、まあ、ラバーなのかシリコンなのかね、ちょっとグリップ性のいいものになっていますけどね。まあ、ただね、実際に手に取ってみるとね、意外と図体は大きいです。Apple Pencil 第2世代と比べるとね、こんなようなサイズの違いになるんでね、まあ、大きくはなるわけですね。はい、それではね、装着の方をしていきましょう。まあ、つけてみないと何とも言えないという、こういう製品ですからね。で、装着の仕方についてはね、このパッケージの裏側に QR コードがありまして、で、これを読み込むと、まあ、リンクが表示されるんでね。で、そこからユーザーガイドというところをタップすると、これ PDF みたいですけどね、サファリの方に表示されております。まあ、ダウンロードもね、可能だと思いますけどね。で、これを見るとね、この頭のパーツを外して、そしてアップルペンシルにつけて、で、バネごとね装着し直すみたいな、まあ、そんなようなね手順になっているんで、で、まずはねここの部分ですね、ここに今爪のようなものがあるんでね、ここを押すんですね。で、ここをグッと押しますと、このように頭のパーツが、持ち上がってきてですね、外れるんですね。で、そしてバネの方もね、こんな感じで外すということですね。そしてね、まずやんなきゃいけないのは、この頭のところにこのキャップをね、つけるんですね。で、この部分ね、こういう風にね、ちょっとね、固めなんでね、ぐーっと奥まで入れる必要があるみたいですね。で、ここのね、キャップのところの平らな面と、アップルペンシルの平らな面をこう合わすようなね、感じになりますかね。はい、そしてね、バネの方ですね。こちら、バネの中にアップルペンシルを通すというね、感じになりますね。で、ここまでいったらね、最後ね、この平らな面をこの溝のとこに合わせて、カチッと入れる感じでございます。これでね、装着完了です。試しにノックしてみました。おお、結構ね、いい感じでね、ノック式になりますね。まあそんなんでね、これ、例えばこうやって落っことしてもね、まあ、先っぽが潰れることはなくなったということでね、まあ上でも下でもそこそこ保護されるんじゃないかと思います。はい、そしてね、充電対応ってなってますけどね、ちょっとそのあたりの使い心地気になったんで、一通りチェックしてみました。まずはね、こちら iPad Pro 11インチのこれスマートフォリオにつけたものですね。まあ、これはね、この脇につけてね、確かにこのね、充電ね、Apple Pencil 反応してんですよね。
で、ここの部分ね、薄く溝が掘ってあるので、このボリュームボタンのところもですね、重なっても、こう段差が出ないようになってるんですよね。そのあたりはちょっと気が利いた仕様となっていますけどね。だからね、ここにぶつからずにペタッとつけると、まあこのね、充電が開始されるということでね。まあ、ペアリング初めての時もつけたまんまでもいけそうな感じがしましたね。で、まあこのね、磁力自体はまあそんな強くないんですけど、まあこのようにですね、スマートホリオだったら閉じた状態でもつけることができるし、充電もできるようですね。まあデザインはまあ好み分かれる感じもありますけど、まあちょっとね、色合い的にはアップル製品に合うような感じ。ただまあ磁力がまあそんなに強くないのと、気になったのはね、ここのバネの部分がこのね、サイドのエッジを傷つけたりしないかっていうのはちょっと気にはなりましたけど、今のところ大丈夫でしたけどね。まあそんなんでスマートオリオだと確かに充電もできてるわけですけど、そしたらね、例えばこういうがっちり守るタイプのね、このオッターボックスのフルカバーみたいのだったらどうなんでしょうか。で、これをつけてこのようにね、充電しようとしたんですけど、残念ながらね、ちょっと浮いちゃって反応がどうもね、ないみたいなんですね。まあこのね、段差が出てる部分がどうもね、こう干渉しちゃって密着しなくて充電が始まらないようですね。で、あとは例えばね、この背面だけのタイプのピタカなんかでも、このサイドのところはこういう風にカバーされて薄くなってんですよね。で、こういうのもまあつけてみたんですけど、残念ながらね、これダブルで厚みがありますからね、ほとんど充電はできないと思った方がいいですね。まあやっぱりね、このペンシルとね、本体に二重でね、厚みがあるとちょっとね、充電は難しいみたいですよね。で、あとはね、例えばホリオタイプでもね、こういった ESR のペンシルカバー付きみたいなやつも試してみました。まずはね、このペンシルカバー落下防止のやつが使えるかどうか試しましたが、残念ながらですね、これクリップの部分が引っかかって、これ閉じることはできないみたいでしたね。まあ、のっけからちょっとね、あれでしたが、充電自体はですね、まあ、少しこう強めに押し付けると充電がこう始まったんでね。まあ、これは充電はできないこともないという、まあ、そんな感じでしたかね。で、あとはね、これ iPad mini で、ミニのこれスマートホリオですけどね、こんな感じで、で、これはね、充電できるんですよね。ただ、サイズ的にはね、残念ながら、この iPad mini で裸の Apple Pencil ってギリギリサイズなんですけどね、まあ、このエレコムのこのペンシルケースつけるとはみ出しちゃうというね、ことで、まあ、そのあたりも含めてね、ちょっとまあね、大きくなるなという感じですよね。で、それ以外には ESR のこのスタンド付きケース、これね、サイドの部分がこのカバーされてますけど、これもね、充電始まらなかったんですね。で、その他こういったラウっていうね、ところのやつ、これはね、こう切り込みが入ってるようなね、感じ で、ここにつけてみたんですけど、これもやっぱね、こう段差の角っこのところにね、ぶつかって浮いちゃうんで、やはりね、こうマグネットの強度も保てないし、充電もできてないみたいでしたね。まあそんなんでね、意外とね、使えないケースって多いんだなというのが試してみた印象ですね。で、あとはもう書き心地については、まあ正直言ってね、まあ好みの問題にもなってきますけどね、まあ人によって、まあどんなペンの太さがいいかっていうのはそれぞれですけども、まあこういった手書きノートアプリなんかを使った感じだと、まあ、このグリップのね、太さなんかが割と持ちやすくね、できてんのかなという感じはいたしましたけどね。まあ、この書き心地っていう面ではね、そんなに影響が出ないのかなというところでしたね。はい、てなわけでね、構造とか使い心地気になって購入して試してみたエレコムの Apple Pencil がノック式になるペンケースなんですけど、まあ、ちょっとね、この、まあ、ノック式っていう意味ではね、ペン先守ることができそうなんですけど、ただね、ちょっとね、使い勝手としては制約多いなという感じで、まあ、あくまでもね、この純正のスマートフォリオと合わせて使うためのものみたいなね、まあ、そんなような仕様になっておりましてね、なんでね、こういったサードパーティー製の比較的こうね、角とかを守ってくれるタイプだと、まあマグネットの磁力とかね、充電ができないとかっていう問題が出たりするんでね。まあなんでね、プレスリリースとかニュース記事見てこの製品気になってた方もですね、まああくまでも純正のスマートホリオに合わせて作られたものということなんで、サードパーティーのね、ケースなんかで使おうと思ってる方はちょっとね、やめといた方がいいかもわかんないですよね。まあ、このエレコムはね、いつもね、こう面白い製品出してきて挑戦的で好きなんですけどね、まあ、ちょっとこの製品については
まあ、残念ながら制約が非常に多くて、まあ、使用条件がね、まあ、こう狭まったような製品なのかなと思いましたね。まあ、これを買うんであればね、私だいぶ前にねご紹介したこのね、ペンシルキャップっていうのがありましてね、これがこう第二世代にぴったりになってるものがありまして、でこれね結構重宝してますけどね、まあこれね使ってる最中にこのねお尻のところにつけると若干ぐらつくっていうのもありますけどね、まあそれでもまあね、そこに置いといてもいいしという感じなんで、まあ、それを目をつむってでもですねこっちの方が汎用性が高くて、使い勝手がいいなんてことでね、まあ、これであればこういったね、まあスマートフォリオでももちろん使えますし、まあ、それ以外にもですね、サードパーティー製のこういったねケースでも、まあ、干渉ほとんどしないで使えたりしますからね、まあ、それにまあ干渉するようだったらねこのキャップを外して充電してもいいわけですからね、あとはこういった、充電をしない時にもですねこうやってキャップをつけておけばねペン先が保護されるというのもありますよね。でこれ私はね4年以上前に購入していますけどね、これ1個なくなっちゃいましたけども、まあ、それでもこれで1000円ぐらいですから、非常におすすめできる製品ではないかと思います。まあロングセラーなんでね結構売れてるんでしょうね。まあ、こういうカバー付きのフォリオともね一緒に使うこともできますんで、まあ、こっちの方がおすすめですかね。で重さもエレコも 14.5g に対してこちらのキャップは 1.5g ですからね、だいぶ軽いです。まあそんなんでねこのアップルペンシルをノック式に変えるペンケースですけどね、まあちょっと制約が多いんでね気になってた方のお役に立ってたレビューではないかと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。